ますね。こんばんは、日比美琴です。今日雨がすごいですね。皆様大丈夫ですか？今はお家でしょうか？なんかインスタライブ久しぶりだからちょっとなんか緊張するな。すごい。ああ、かかっちゃった。読んでますよ。こんばんは。今日、ああ、そう、みんなさ、パピコ用意してくれてるよね。今日ないんですパピコ。ごめんって。急に始めたもんで、ね、ちょっと用意できてなくて、でもいいなと思いながら話しますね。こんばんは。だってこんばんは、お久しぶりだみこちゃん。だって久しぶり、元気。何ヶ月ぶりだろう、インスタライブ。結構何ヶ月ぶりだろう。久しぶりですよね。ねえ、久しぶりだよね。いやー、そう、あ、この間サイン会してたよね。だってありがとうございます。そうそうだ、サイン会ぶりですかね。あ、じゃあ そんな経ってもないのか。すごい久しぶりな感じがするな。そう、今日はお伝えしたいことがあって、ちょっとインスタライブしようってなりました。あれ、何を話そうとしたんだっけ。あ、そう、まず明日の6時から初めてオンラインサロン、オンラインコミュニティ、シークレットアット A ルームというサロンを作りまして、開設スタートです。事務所の後輩の福田芽衣ちゃんと高石あかりちゃんと共同で3人で開設させていただきました。だからそこで直接チャットとかやり取りができるようになったりとか、 SNS に載せてない動画とか写真とか撮影のオフショットとか載せたりとか、他にもいろんな企画やろうと思ってるので、ぜひ皆様お待ちしております。明日の6時。あ、で、大事なのが、最初が第1期メンバーで50人限定で応募するので、そうだから50人しか入れないようになってるので、ぜひぜひお早めに、明日の6時です。そうだから、そこで直接顔を合わせてこういう風にやり取りすることも多くなると思います。これは割と見てくれる人全員に向けて発信していく、ファンクラブとはまたちょっと違うんだけど、そう、 SNS はみんなに公開してるんだけど、そのオンラインサロンとかだと
閉じられてる中でやり取りするので、ちょっとなんか秘密感がありますよね。なんか多分ファンクラブは、こっちからこういうのを発信しますよ、こういうグッズできましたよってお届けするものだと思うんですけど、オンラインサロンとかオンラインコミュニティはみんなで作っていくっていうイメージの方が強いかもしれないですね。お待ちしております。だからこういうインスタライブみたいなことがあんまりもう、やらなくなっちゃうと思うので、今日はちょっと久しぶりに話したいなと思ってやっちゃいました。お金は550円だったかな、だと思います。後でピッてストーリーで URL しますね。そう、あねえ、インスタライブ悲しい、私も悲しい。なんかコラボとかはねして、これからもしたいなって思うんだけど、なんて言うんだろう、インスタライブも好きなんだけど、なんかせっかくだからさ、会員になろうって思って入ってくれてる人たちとさ、なんて言うんだろう、お話ししたいなと思って、なんか難しい、なんて話せばいいんだろう、なんて話せばいいんだろう、なんかお話ししたいって思って入ってくれてる人たちとちゃんとお話ししたいなって思って、マネージャーさんとお話しして決めました。お待ちしております。それが1個目で、もう一個が、私インスタグラムを何歳から始めてるんだろう、18とか9とか多分それぐらいから始めてるんですけど、8月1日に投稿を全部バンって新しくしようと思ってます。だから今まで投稿してた記事とか写真とかがそこで一旦全部リセットされてしまうので、そう、全部写真とかがなくなってしまいます。これはなんて言うんだろう、今までのなんかそんなこれをなんか今までのこと全部リセットしたいみたいな、もう全然そういうことではなくて、今までのことをもうすっごく大事にしてるのはもちろんなんですけど、ドラコイのとかも、そうですそうです、今までのを全部一旦新しくなります。そうですね、だから7月いっぱいまではそのままで、8月から新しくしようと思ってます。なんていうのかな、あったことをリセットしたいとか全くそういうのはなくて、ただ8月に新しい気持ちでスタートしたいなと思って、前向きな気持ちでそうしようかってマネージャーさんとお話しして決まりました。そう、なんかこうやってなんかわざわざなんか告知するのもちょっとなんか変かなとかおかしいかなって思ったんだけど、
なんか私のことをフォローしてくれて、コメントしてくださった方とかもすごく大事だから、もう大切だから、なんかそういう皆さんになんか何も言わずにパンって消すのもちょっとなんか、嫌だなって思って、あえてちょっとごめんなさい、お知らせさせていただきました。っていうことを伝えたくてインスタライブを今日してます。日々みことです。あー、応援してますだって、ありがとう。みことのラジオっていうボイシーっていうアプリで私毎週日曜日にラジオを配信してるんですけど、あ、無料で見れるじゃない、聞けるので、よかったらぜひ。でそのラジオではもう言ってあるんだけど、撮影がこの前から始まりまして、お知らせできる時にしたいなって思ってるので見てね。あ、で、あ、すごい、今来ましたって言ってくださってる方もいて、あ、こんばんは。こんばんは、みことです。これアーカイブ残しますね。なんだっけ、テレビ、TV のやつで、24時間アーカイブで残しますので、ぜひ見てください。変わらず応援してますだって、ありがとうございます。これ揺れるな、これなんか雑誌とかノートを積み上げて立ててればちょっとイライラする。イライラする。あ、そう、 IGTV だ。あ、 IGTV。可愛いだって、ありがとう、嬉しい。おばあちゃんからもらったやつです。今日17歳になりましただって、わあ、おめでとう。ハッピーバースデートゥー、ハッピーバースデートゥー。お知らせはそうです、この2つだけ。あとはなんかみんなと話したくて始めちゃった。何話そう、なんかインスタライブ久しぶりだな、ちょっとドキドキするな。もうすぐ七夕ですね、だって。そうだ、明日から7月だもんね。見えるかな、晴れだといいね。今ちょうど梅雨の時期だからさね。ドラコイメンバー元気かな、だって。会いたいよ、会いたいよ、みんなに会いたいよ。でもね、荒野行動っていうねゲームでね、割と3日に1遍ぐらいはねお話ししてるから、なんか多分ね会ってもね、なんか久しぶりな感覚じゃない気がする。
それに、ね、いつもいるのは若菜ちゃんと拓也様と北斗とひーちゃんかな多分。たまにね拓也様のね友達もいるんだよ。めっちゃ上手なんだよその友達。地元の友達なんだって。私そういうゲームやったことなかったからさ、今まで最初の方とかなんか敵探してたらいつの間にか撃たれてたっていうことが大体続いてて、みんなから救護班って呼ばれてたんだけど、救護しかできない救護班って呼ばれてたんだけど、最近はねちゃんとみんなについてってますよ。最近ひーちゃん、ひーちゃんがめっちゃハマったってこの間話してた、だってそうね、ひーちゃん最近ひーちゃん多いかも。北斗がね多分今ちょうど舞台のお稽古してるからね、あんまりいない気がするな。ひーちゃんと私と拓也様とあかねちゃんかな。好きな映画知りたい。最近映画たくさん見るんだけど、マネージャーさん、あすごい、全然あれな話だけど、マネージャーさんが新しいマネージャーさんになって、映画ねすごいたくさん見てるマネージャーさんで、もう私はすごい大好きなマネージャーさんなんだけどその人、マネージャーさん、マネさんにおすすめしてもらった映画とか、あとね何個かね、私インスタのストーリーに映画を見た映画をババババババって載せてるんだけど、その時それのねいくつかはね千代ちゃんに教えてもらった映画なんだよ。ビッグフィッシュと、ビッグフィッシュって映画と手紙と、あと今会いに行きますかな、それぐらいかな、それぐらいかな。ああと、あれ名前忘れちゃった、君は太陽、ワンダー、君は太陽おすすめしてもらって見た映画ですね。なんだっけ、何を聞かれ、あ好きな映画最近はねラジオでも話したんだけどね、レッドっていう妻夫木さんと、あとカホさんが出演されてる映画の、妻夫木さんが演じてる倉田さんっていう人に恋してしまって、そこからちょっと妻夫木さんの映画が多めです。気づいてる方もいると思いますがあとね愚行録もすごく面白かった。最後もやーんってして終わるけど、すっごい素敵だったな。ピアス、イヤリング、だってこれイヤリング見える？でもピアスに見えるよね、かわいいよね。そうシルバーのねアクセサリーが好き。そうあなんかさ、なんかお気に入りのあれ教えてくださいっていうのもあったよね。リング、これ古着屋さんで買いました。なんか右手の人差し指は願い事が叶うんだって、だから人差し指で、しかもヴィンテージだからサイズあんまなかったんだけど、これだけスポッてはまってすごい可愛くてお気に入りだからゲットしました。今日は何してましたか？今日はね打ち合わせがあって本社に行って話してきました。これもまたお知らせできる時が来ると思います。ああそう、時代劇出たいからピアスは開けないって昔言ってたよね、だってすごい、いつの話だろう。ありがとうございます、嬉しい、覚えてくれて。そうだからね、
すごい、なんか願掛けみたいな気持ちで時代劇に出たいなと思ってピアス開けないでいます。あとね、ピアス開けんの怖いなって思って、それもある。あっ、にして。うわ、嬉しい。元気。今日声コードする？昨日もしてたからね。なんか昨日も合ってる感覚だよね。お話ししてると。今勉強しててミトコンドリアでみことちゃん思い出したよ。それね、私もね、あのクラスメイトによく言われてた。ミコト、なんだっけ、ミト、なんだっけ、ミトコンドリアか、ミトコン、あ、そうそう、ミトコンドリア、ミコト、ミコトンドリアって言われてた。懐かしい思い出した。ゲーム何時間しますか？ゲームはね、そんなに普段あんまりやんないんだけど、その荒野行動と、なんかでも荒野行動はね、あの、そのドラコイのみんなとお話ししたいからやってるみたいなとこもあるんだよね、正直。ゲームも好きだけどね。あと家族でね、マリオカート最近やる、スイッチの、強いんだよ。中国から来たあなたのファンです、はじめまして。あ、シェイシェイ。ドラクエで着てたお洋服、そうそうそう、そうだよ。ファンデーションつけてますか？今日つけてないですね。もうピュって、あのクマに、クマ、クマちょっと目立つ人なので、あのコンシーラーピュってやりました。ネイルかわいい、わーい。ちょうどね、ここにあるんだよね。これいいよね、マベラのプチプラで早く乾くから。うん、弾き語り今度してください。だって、お、マリカは何キャラ使ってるんですか？私はしずえさんです。しかもね、あの乗り物もいつも決まってる、あのオレンジのなんかシュッっていう、シュッってなってるバイクと、ワイルドなんだっけ、ワイルドタイヤと、あのパラソル、こういうやつはあの普通のしずえさんの基本のやつでいつもやってます。逆に何使ってるの？今日のか巻き髪型は可愛いです。巻き方教えて、本当嬉しい。なんか手前だけストレートアイロンでピュー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 ってやって、あの後ろの方と、あのちょっとなんかちょっとだけは、あのちょっとだけはって何、こう、あのこういうなんかちょっとだけ取って、手前も内巻きとか、あのもうでももう適当です。嬉しいな。髪伸びてきたからね、巻きやすくなりましたね。髪伸ばしてるんだよね。じゃあだいぶ見えるか、長くなりました。
ラコイの演技感動しました。嬉しい、ありがとうございます。今日はメガネとパジャマじゃないね今日はね、ちょうど打ち合わせで出てたので。でも多分オンラインコミュニティのところで、多分そこでもね生配信とか確かねできた気がするんだよね。そうだ、そういうところでまたやるときとかは、寝る前とかだと多分パジャマとかかもしれないごめんなさい。北斗の舞台を見に行きますか。行きたいな。7月の初めからだよね。みんな行こう。でも今は多分人数とかも限定されてるからどうなんだろうね、難しいよね。でも行きたいな。2日に誕生日だよね。みんなでお会いしよう。なんかこういう絵文字すごい多い。目がハートになってる絵文字多い。嬉しい。お洋服かわいい。嬉しい。やった。どこのだっけ。なんかでもこれ後ろはね、なんかタグないよね。ないよね。ないな。わかんないや。どこのだろう。どこのだっけ、忘れちゃった。なんかいろんなお店が入ってるとこで買ったけど、これ上のね黒はね無印で買いました。あやなって呼んで。あやな、やっほー、元気。みことちゃんほっぺたぷくってするよね。だってそう、これちょっと癖なんですよ。北斗の誕生日って2日でしたっけ。そうそうそう、なんかねドラコインの人ね7月にすごい固まってるんだよ。2日が北斗で、16があれ16と19なんだけど、どっちがチワちゃんでどっちがヒーちゃんだっけ。そうなの、3人もいるってすごいよね。そう、私は9月だよ。22歳だ。あきらくんも7月だ。そうだ、すごい、私の知り合いみんな7月にバッて集まってるんだね。みんな夏の人なんだね。芸能界何年目になる。9歳からやってるから、9歳からやってるから、そんな、めちゃめちゃ。でもなんか不思議な感じ、なんかそんなにあっという間だね。部活はやっていましたか。部活はね部活はね、一瞬中学の時に美術部に入ってたんだけど、お仕事がねちょうど忙しくなっちゃって、そう1ヶ月ぐらいねでもね油絵とかやってたよ。ベタ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 って、ね、で部活の人みんな優しかった。またおいでって言ってくれてた。
髪ハイライト入れてますか？いや入れてないです。ハイライトってあれだよね、あのピーピーってやつだよね。わかんない。ええあんまり入れてないかも。これほとんどね地毛です。多分あの一回明るく染めてからすごいね髪がねほっとくとマッキンキンみたいになっちゃうから定期的に黒くしてるんだけど、最近はあの7月の後半に明るくしなきゃいけない予定なのでそのまんまにしてます。うわ演劇部いいな。ロマンスだよね。ロマンス？ロマンチックか。ロマンチックだよね。演劇、そうか。私裏方とかやってみたいな。演劇部とかだったら多分髪の毛セットとかメイクは多分器用じゃないからできないから。なんだろう、照明とかやってみたいな。あとなんだろう、そうだね、照明、演出、演出はでもちょっとダメだな、多分いっぱいいっぱいになっちゃうな。あ、そうだ、あとねもう一個ねみんなに聞きたかったのはね、私な何回か言っちゃったんだけど、ボイシーっていうねアプリでね、無料で入れるアプリなんだけど、みことのラジオっていうラジオをねしててね、でそこであのたまにお母さんとかお父さんとかがあの相談じゃない、あのたまにゲストで出たりするんだけど、なんかどんなことをお話ししようかなと思って、なんか何がいいんだろう、今のとこねなんか家族でドライブしてるところとか仕事の帰り道、あ聞いてますだって、嬉しい、ありがとう。あのアプリ内でフォローもできるので、もしよかったら。ちっちゃい時の話聞きたい。だってちっちゃい時何してただろう。ちっちゃい時あのね横浜の有名な通りなんて名前だっけで、すごい大きくて赤い椅子が置いてあるお店があって、そこに乗ってね写真撮ってた。なんかね小人みたいになるの、それぐらいもうドーンって大きい椅子。トウモロコシで歯4本かけた話だって、めっちゃ懐かしいねそれ。うわ嬉しい。あのねそうちょうどねあの何歳の時か忘れちゃったんだけど、歯が抜けそう、まだあの大人の歯になってなくてグラグラしてて、でもどうしてもその日お祭りで焼きとうもろこしを食べたくて、もう私焼きとうもろこしが大好きなんだけど、焼きとうもろこし食べるって聞かなくて、親はねでもやめときな、歯抜けちゃうよ痛いよって言われてたんだけど、もう絶対食べるって言ってバリバリバリって食べたら歯4本ボロボロボロって抜けちゃったんだよね。だからもう焼きとうもろこしがもうなんか血まみれみたいになっちゃったんだよね。懐かしい。そうだからにって笑うとね4本かけてた時期がありますね、ちっちゃい時。
今日あった話とかを聞きたい。初デートの話聞きたい。だって初デートなんだろうな、いつだっけ初デートって。え、いつだったっけ。なんかデートじゃないんだけど、幼稚園の時に、ごめん幼稚園まで遡らないとちょっと幼稚園の時にね、バレンタインがあって、カイトくんっていう好きな男の子がいたんだけど、そのカイトくんにどうしてもチョコを渡したくてね、チョコを作って、当日確か土日だったから幼稚園がお休みだったのね。でも絶対渡したいって言って無理言って、お母さんに車出してもらって、カイトくんの家まで届けに行ったのね。でもカイトくんのお家がその当時車が入らないすっごい細くて長い道を歩かなきゃいけなかったのね、家まで。で車が入らなくて、でこれもう無理だってなったのね、お母さんが歩けばいいのに。でも多分その幼稚園の時だったから、そこまでちっちゃい子が歩くのが多分無理だったのかもしれないんだけど、で渡せなかったっていう悲しい思い出があります。でもチョコがもったいなくて、友達だった直人くんっていう男の子に渡しに行きました。懐かしい。カイトくんと、今もね仲良しなんだよ、カイトくんと直人くん。成人式で久しぶりに会って、おーってなって、その話で盛り上がりましたね。成人式行くとなんか懐かしい友達に会って仲良くなるよね。っていう話でした。なんとくんね。ほんとね、ごめんねっていう話をしました。みことちゃん今お仕事で忙しい。お仕事はいろいろ始まりだして、そうですね、ありがたいことに。でも全然お休みの日もあるから、今日はね打ち合わせだけだったから3時間ぐらいで終わりました。虫の声がいいね。だって虫の声聞こえる？さっきの雨の音も聞こえてたね。夏だね。みきちゃんやわかなちゃんたちとお茶行くんだよね。だってそう、それいつ行けるんだろう、行きたいな。そう、楽しみ。同じアベマのドラ恋、恋愛ドラマな恋がしたいっていう番組の、私たち5だったんですけど4人で出た。そう、今日パピコねないんですよ。リップどこのだろう。だってリップね、ちょっと待って、リップね今日これ資生堂のやつ何番だっけ。
503。でもこれだいぶ前に買ったからちょっとね、色が今のとちょっと違うかもしれない。もうちょっと新しい色が欲しくて探してるんですよね。歌ってほしい。だって何歌おうかな。小さい頃は神様がいて、不思議に夢を叶えてくれた。優しい気持ちで目覚めた朝は、大人になっても奇跡は起こるよ。カーテンを開いて、静かな木漏れ日の優しさに包まれたなら、きっと目に映る全てのことはメッセージ。終わり。松任谷由実さんの曲すごい大好きなんですよ。私魔女の宅急便が大好きで、そこから優しさに包まれたならから入って、あれでまた歌おうと思います。明日のそのオンラインコミュニティシークレットアット、待って、ちょっと待って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 、武井さんがいるの？インスタライブも来てくださってありがとうございます。武井さん嬉しい。わー、ありがたい、ありがとうございます。本当にこれさ、なんか大丈夫かな、武井さん、お久しぶりです。これコラボとかって やっても大丈夫ですかね。どうなんですかね。全然今ちょっと手離せないですとかだったら全然大丈夫なんですけど、もし大丈夫だったら送ってもいいですか。みことちゃん聞き役絶対似合う。だって、嬉しい。聞き大好き。河原時のね、赤いバンドみたいなやつ持ってる。あとジジがスーパー劇中でスーパーで買うコップ。武井さん、俺とみことファンの需要ないからだってこれはどっちなんだろう、送っていいやつかな、どっちだろう一応送りますね。一応送っていやいやって感じだったら、もう断ってください。これでもどうやって送るんだっけ、どうやって送る。どうするんだっけ、これいいんだっけ。でも大丈夫です。
マジで？マジなの？需要ないから。あ、おたけさん、お話ししたかったです、私。ご無沙汰です。あの、こんばんは。元気？元気です。ファンの皆さん、すいませんね、本当に。あの、みことちゃんが本当に、あの、柔らかい歌歌ってるとこから、なんか、急に獣みたいなやつ出てきちゃって、本当、大変申し訳ございませんね、本当に。すいません、突然送ってしまって。いえいえ。お元気ですか？僕はあの、はい、元気です。はい。今日お仕事からですね。はい。お仕事でした？仕事もう終わって、今自宅に帰ってきたとこです。あ、お疲れ様です。僕はあの、ファンの皆さんね、あの、以前から、みことちゃんが弾き語りしてる、あの、映像が好きで、あのもっと歌ってってすごくあのリクエストしてる一人なんです。で今日ちょっと、はい、歌ってるのを見つけてですね、はい、ありがとうございます。ついコメントしてみたっていうね、はい、嬉しいです、ありがとうございます。その歌聞いた感想のコメントの最初一発目がツルツルやなっていう、はい、肌の感想だったっていうね、はい、そんな感じになってます。ありがとうございます。ね、こみことちゃんと俺のこう画面でのさ、このなんつう質感の違いね。質感ですか？最高級のあのゆで卵のツルツル感と俺の月面みたいなこのなんていうか荒々しいサバンナのようなこの肌の質感ね、この違いがやっぱり、ね、世代の違いを感じますよ。上に点点上すぐ上にあの光あるからですよ。いやこれファンの皆さんね、本当日々みことをマジで現場であの生で見るとですね、マジでねあれですよ、あの凹凸のまるでない本当なんて言ったんですかね、表面ツルツルのあれですから、多分日々みことが地球の地面だったら全員転ぶと思います、はい、あまりに滑らかすぎて、はい、それぐらいつべつべツルツルですから皆さん、はい、覚えておいてください。本当に、ね、ありがとうございます。とんでもございません。なんちゅう例えをしてんだろうなって自分でも思ってますけどね。どういうお笑いってきてますけど。あ、もうそしたらあれですね、武井さんの筋肉が地球の地面だったら、はいはい、あの全員トランポリンみたいになっちゃいますね。確かに弾力があるんでね。バカバカ、もうよく、もうそう、そうね、はい、もう変身しにくいあれでしたね。ポインポインってことですか？はい、あ、そういうこと、はい、悪くない例えでありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、本当あの邪魔しちゃいけないと思うんで、あのおじさんそろそろ退出しますんでね。ありがとうございました。ありがとうございました。みことちゃんファンの皆さん、はい、これからも日々みことをよろしく応援してあげてください。ドラマ楽しみにしてます。ありがとうございます。頑張ってね、バイバイ。ありがとうございます。はい。すいません、武井さんありがとうございました。あ、すごい贅沢な武井さんをお呼びいたしました。本当にありがとうございます。お優しかった、すいません、本当に嬉しいです。まさかのコラボだって。雨また降ってきましたね。大丈夫ですか皆様。私あれ、あの武井さんのストーリーでもうってやつちょっと今度やりますね。ちょっとやってみたかったんです。化粧水何使ってるの？
化粧水は、無印だったり、母と一緒にアルビオン使ったりしてます。あ、でも本当だ、もうあと9分ぐらいで終わっちゃうから。みこと好き？だって。あ、嬉しい。照れちゃうな。今日最終面接だった方がいますね。お疲れ様です。お疲れ様でした。洗顔は、洗顔はでもね、家族、お母さんと使ってるから、あんまりこだわりないかもしれないです。今、アハだったか。でもそんなに絶対これっていうのないですね。武井さんが褒めてくださった、嬉しい。もう私はもう白いだけが取り柄なのですごい嬉しいです。 Twitter も今までの消すの、いや、Twitter はそのまま投稿する形になります。クレンジングは、クレンジング、何使ってたっけ？あ、オレンジのやつ。薬局とかで買えるオレンジの、あったかくなるやつ、使ってます。これもでもそんなにこだわりないです。すっごい美容詳しい人みたい、全然。適当ですよ。ペーってやる人です。後ろの壁と同化してる？ 服だけ見える？ い年なんですがメイクがうまくできません。でもね、私も普段いつも出かけるときすっぴんとかで出かけちゃうのね。朝起きて顔洗ってニベアバッてつけてそのまま出ちゃうってことが本当につい最近までそうだったから、なんか YouTube とかでもさ、いっぱい載ってたり雑誌とか見ながらやっぱりたくさん練習したかな私は。9歳からライブとかで割とメイクする機会多かったから、メイクさんに、どうやってやったらいいんですかって聞いてたかな。友達とかに聞いたりするといいよね。私も美容詳しい友達とかがいるからさ、友達におすすめ聞いて。だ、私の持ってるね、メイク動画はね、ほとんど友達からおすすめしてもらったやつなの。あ、そう、そうだよね。ニベアとかもそうだけど、化粧品って合う合わないがきっとあるからさ、いろいろ試すのがいいと思います。ファンデーションは、アルビオンのファンデーションとベースがなんか一緒になってる白いやつ、それ塗ったらもういいよみたいなやつ使ってます。あ、もう5分で終わっちゃう、もう終わっちゃうね。あっという間だね。これさ、髪の毛伸びましたって、そう、伸びたよ。
今日いろんな人が見てくれたな。武井さん出てくれたの嬉しかった。本当にありがとうございます。あとね、拓也様もね見てくれてたしね。言わなかったけどね、私北斗も見てくれてましたよ。嬉しい。7月にお誕生日だから北斗は2ヶ月だけ、あちらが年上ですね。追いつくぞ。22歳か、早いですね。あ、スクショタイム、そうだ。きっともうほとんどやることはなさそうなインスタライブなので、スクショタイムもちょっとあれですね。かわいい。あ、北斗がいるよ。ありがとう、嬉しい。やっほー。舞台見に行くよ。みんなで行こう。あと2日がね、お誕生日だから。0時00分にちゃんと送ろう、みんなで。今見たけどもう終わっちゃう。だって、あ、あと2分ぐらいで終わっちゃうけど、アーカイブで IGTV で、あれ合ってる？ IGTV で24時間のアーカイブで残すので、ぜひ見てください。でも残せるかな。私たまにね、いつも勘と勘というか運で押せる、これをしたら残るかなって思って残してるからさ、大丈夫かな今日も。多分大丈夫です。残せるかな。残せるといいな。あ、大丈夫だった。あ、ドキッとした。止めちゃったかと思った。みことのラジオ楽しみにしてるよ。だって嬉しい。ほくろ口のところにあるの言いました。そう。ありますよ。あともうちょっとで終わっちゃう。皆様見てくださって本当にありがとうございました。もうきっと個人でインスタライブすること少なくなると思いますが、またオンラインコミュニティで生配信したりとかしますので、ぜひそちらも見ていただけたら嬉しいです。明日6時から解説です。本当にありがとうございました。またインスタも4月から新しくなりますが、見てください。ありがとうございました。バイバーイ。